民主党がマニフェストを発表しまして、明日麻生総理も自民党のマニフェストをようやくお発表になるということであります。まあ、あのマニフェストをお互い出し合ってしっかり政策で議論したいというのは私たちの切なる思いで、まあ、いろんなこう批判に終始するようなそういう選挙戦にはしたくないというふうに考えております。ただマニフェストというものが議論されるときに、やっぱり2005年の選挙、あるいは参議院選挙、まあ、そこでどういう約束をしたかということは、まあ、非常に重要だというふうに思っています。つまり選挙のときに何か言ったらそれで済むということではなくて、選挙のときにお約束をして、その結果政権を取ればこれ実現しますというのはマニフェストですから、じゃあ2005年の選挙で、自由民主党が示したマニフェストがどこまで実現されたのかということの検証がまずなければならないというふうに思います。そして、その検証の結果、多くのことが実現されていないとすれば、それは今回明日麻生さんがお示しになるそのマニフェストもですね、同じように単なる言葉に過ぎないのかもしれない、こういうことになるわけであります。まあ、そういう視点で2005年のマニフェストを中心に今まで、自民党はどういう約束をしてきたか、そしてそれがどれだけ満たされたのか果たされたのかということを、まあ、今日は報告をしたい、私たちの考え方を示したいというふうに考えています。お手元にある資料で、まあ、この資料を見ていただきたいと思うんですけれども、これは自民党のマニフェストの、まあ、最初に出てくる絵なんですね。確か表紙を1枚めくるとこの絵だったと思います。まあ、驚くべき絵ではないかというふうに思うのは私だけではないと思います。まず郵政民営化なくして小さな政府なし、まあ、こういうふうに書いてあります。そして下には年金も景気も小さな政府から、そしてその下にさらに書いてあるんです。郵政民営化で小さな政府を目指すことこそこの国が抱える問題を解決する唯一の道です。まあ、郵政民営化、その結果として小さな政府を実現するんだと。小さな政府ということこそが日本が抱える問題を解決する唯一の道であると、まあ、こういうふうに言っているわけであります。これはあの50年100年前の約束事ではありません。わずか4年前の自民党のマニフェストであります。まあ、いかに今こういうことを言っている人はまず自民党にもほとんどいないんじゃないかというふうに思いますが、まあ、こういうふうにマニフェストでお約束をし、そして改革を止めるなと自民党の候補者はみんな叫んだわけであります。まさしく今昔の考えです。今まあ、こういうことを言ってる人はどれだけいるんでしょうか。麻生総理ご自身がですね、こういうのちょっと青いところで書きましたけれども、まあ、郵政民営化そのものについて、いや実は自分は本当は賛成じゃなかったんだというふうに言われました。これも驚きの一言で、あの解散の時の総務大臣ですから、まあもちろん自分が直接やってたわけじゃないという言い訳があったとしても、しかし法律上ですね、郵政民営化について責任を負う、そういう大臣の立場にありながら実は賛成じゃなかった。小泉さんは殺されてもいいと言ったんですね、郵政民営化実現するから。そこまで言われた話について閣僚が実は賛成じゃなかった。じゃあ国民は一体何を信じて投票したらいいのかと、あの小泉さんの覚悟を、まあ、それに感じて投票された方も多かったと思いますが、もうその足元から、まあ、こういう実は賛成ではなかったという話であります。それから小さな政府についても、単純な小さな政府至上主義から決別するんだ、まあ、ここまで総理に言われてしまいますと、4年前、もちろんその時は麻生さんではなかったわけですが、一体4年前の約束というのは何だったのか、自ら否定していると、同じ政党でありながらですね、いうことになると思います。まあ、その他ここに青いところで書いてあるのは我々のコメントですが、それ以外はまあ、自民党のマニフェストですけれども、
例えば郵政の民営化によって官のリストラをやると、そして官のスリム化によって財政を再建する。でその結果として少子高齢化の中でも年金医療など社会保障の充実を可能にすると、まあ、こういうふうに書いてあるわけですけれども、この4年間、まあ、様々な弱い立場にある人に対する改悪が行われてきたことは皆様もご存知の通りであります。障害者自主支援法の強行採決や、あるいは高齢者医療制度の導入や、生活保護母子加算の廃止や、まあ、そういうことが行われた。で年金の制度改革の議論はない、この4年間なされてないと、まあ、こういうことであります。官のスリム化もこの4年間で何か進んだということは私には思い当たらないわけであります。そして下にありますけれども、まあ、官のスリム化によって財政を再建するとか子どもたちのさらに月を残さないと言いますが、実はこの4年間に129兆円以上の新たな借金が発生されています。804兆円の日を合わせた借金というのが現実であります。それから、まあ、こちらに行きますと、感染症を解放して民間の経済に活力で、雇用と消費を刺激して民間主導の景気回復と言いながら、実際にこの4年間、経済の状況はガタガタになってしまいました。まあ、リーマンショック、まあ、それが一つの計画かもしれませんが、しかし、リーマンショックが示しているのは、小泉さんの時に改革によって、成長しているという話が、結局、輸出指導型経済、まあ、その中で、未確認の成長がなされていただけであって、改革によるものでも何でもなかったと、輸出企業が頑張ったと、その背景にあるのは円安であったと、まあ、こういうことに過ぎないことがはっきりしたと思います。そしてまあ外交まで、この郵政民営化で戦略的外交が推進されると、まあ、こういうふうに言っているわけですが、北朝鮮の拉致問題、核問題に関する問題が全く進展しなかったことなどもご案内の通りであります。地方分権も進みませんでした。まあ、こういうふうに考えると、まあ、この図が最も象徴的だと思いますけれども、約束したこと、4年前に約束したことが果たされていないということと、4年前に約束したことと今言っていることが全く違うという、この両面においてですね、まあ、私は今度明日出るとされる自民党のマニフェスト、もう入り口から信用できないというふうに言わざるを得ないというふうに考えております。ここの中身の前にこれだけいい加減なことをやってきたということを申し上げたいと思います。あとここの話はお手元の資料に書いてありますので、まあ、細かくは申し上げませんが、まあ、消えた年金などもこれはまあ2005年ではなくて2007年の時の安倍総理の約束ですけれども、まあ、未だに解決していない。そしてよく聞く話は、いや消えた年金ということは認定はしてもらったと、だけどお金がもらえないという話はたくさん今でもあるわけです。なぜか半年経っても認めてもらったのにお金が払われない。それから2ページのところで、まあ、細かい点は省きますけれども、例えば医師不足の声を真剣に受け止め、地域の医療が改善されたと実感できる実効性のある緊急医療確保対策を講じる、まあ、2007年こういうふうに約束されたわけですが、まあ、現実は全く進んでないということは皆さんご案内の通りであります。そして幼児教育の無償化って、これ2005年の4年前の衆議院選挙で主張しているわけであります。聞くところによりますと、今回の自民党のマニフェストの中にも同じことが述べられるということのようでございます。2005年に幼児教育無償化を目指すと言いながら4年間それが全く進んでこなかった、今度書いて本当に実現するのかということを問いたいというふうに思います。そもそも幼児教育の無償化というときにどういう中身、制度設計で考えているのかということを具体的に言わないと、単に幼児教育の無償化をしますというだけでは答えにならないわけであります。2005年もそれを言いながら結局何も進展しませんでした。例えば
幼児教育の無償化ということですけれども、保育園にも幼稚園にも行ってない人というのはどうなるのか、あるいは保育園に入りたいけれども入れないと、まあ、そういうご家庭に対しては、まあ、これはどうするのかということに対する答えをぜひ聞かせていただきたいというふうに思います。都市部においてはなかなか保育園に入れない、保育園に入れた人は無償化の恩恵を受けるけれども、入れなかった人、うまく入れなかった人は結局何も手が差し伸べられないということは、果たして公平というふう、公平な行政というふうに言えるんでしょうか。私には大変疑問になります。それから保育園に入る前の乳幼児に対しては、これは何もないんでしょうか。まあ、そういうことも大変疑問であります。まあ、これはいずれにしても明日出るマニュアルの中身ですけれども、根本的な疑問として提起しておきたいというふうに思います。まあ、その他非正規労働者の対策とか、まあ、そういうことも進んでおりませんし、それから同一行政法人についての約束、廃止統合民営化を含めてですね、原則として非公民化するということを言ってますが、まあ、これ現実にはほとんど進んでいないというか、こういうことが書いてある通りであります。それから4ページをご覧いただきたいと思いますけれども、また民体の改革っていうのは中身がなかったということはもう説明するまでもないわけですけれども、同州制の導入を検討するということも2005年に書いてるんですね。今度またお書きになるようですけれども、2005年と一体どこが違うのかと、そして4年間で、任期の間に実現するというのはマニフェストですから、それ以上先のことを書いても、まあ、4年以内でもほとんど実現できてないのに、それ以上先のことを書いても誰も責任を負わないマニフェストになるのではないかと、まあ、そういうふうに思うわけであります。まあ、道路についても結局、まあ、最近も、まあ、BYC で、位置を下回るような、まあ、道路について一旦凍結しながらそれを解除ということをやってますし、高速道路も、まあ、これはマニフェストではありませんが、まあ、小泉総理は私の2005年の後の予算委員会のやり取りで、今決めたもの以外は白紙すると言いながら、まあ、結局白紙ではなくてですね、当時の進歩を認めてしまったということもございます。まあ、とにかく、まあ、様々なことが指摘できるのであって、まあ、結局マニフェストというのは一体何なのかと、それは国民に対する約束ですが、2005年のマニフェスト、そしてその後4年間を見る限り、まあ、そういったものが、まあ、ほとんど実現できていない、そこのところについてきちっと説明するところから、私は明日の麻生さんの会見を始め